今回は、絶対に茶化すことのできない死因はこれに対する読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。俺がナルトでどうしても茶化せない死因。なんでこの両親横並びで座ってたんだっけ？兄さんが殺しに来るの分かってたから。これも断層のせい。父さんはクーデターやめようとしたけど無理だったので参加した。愛深き一族。クーデター自体は止められないからできる限り無血で着地させようとした父とそもそも成功しようがクーデターそのものがこの派にとって致命傷になりかねないという兄。まあ無理だよな。サラダちゃん主役の我がジャンプに掲載されてた時は毎週こらあったなこのシーン。はいはいわしのせいわしのせい。つくよみ説教。イタチがクーデターに参加してたら成功してたのいいよね。だからこの派を守るためには一族抹殺するしかなかったんですね。ただ里にどれだけ血が流れるかっていうのと統一派がトップの里はちょっとってのはある。団体に対して愛情深すぎるから里に向くならともかく特定個人に火影が執着するとろくなことにならなそうなのがな。内派バカだからじゃなくて断蔵が内派を執拗にいじめたのが原因だし。このあたりは卑劣様が悪いよマジで。断蔵が手を出すまでは内派は自他ともに里のエリートとして認識されてる。ここ成功してたらオビトとマダラどうしてんだろ。断蔵のせいでナルト、サスケ、イタチ、シスイ、ナガト、コミナミ、カブトが不幸になりました。カブトに至っては里的にも政治的にも全くする必要がない断蔵の趣味だろ。一応情報知りすぎてるから漏洩される前に殺すというのは納得できる。殺すのは良いとして家庭がなんかおかしいだろ。この派を滅ぼすって信頼して自警団の一族にしたけど民衆からは嫌われる立場だよねっていうのは目から鱗だった。確かに内部監査員みたいなもんだもんな。卑劣様は事実だけど内派やべえからって何もしてない人たちを監視したり里の隅に追いやったり露骨なのがね。どの一族でも監視や管理はしてるしマダラが九尾使ってやらかしたからその後の処置として刑務隊作って優遇と同時に勝手にひとまとまりになるように誘導してんだよ。そして内派はエリート扱いでオビトの九尾襲撃で対応しなかったことで隔離始まるまで出入りも自由だやらかしの結果責任取らされてるだけだ。オビト九尾の件はアニメで断蔵のせいになったけど、イタチは父親を最大の壁だと思ってたらその父親が母親ともども戦う気一切なかったのが本当辛い。一番最悪なのは猿だよ。三代目は翡翠に洗脳で止めろって命令したらしいが一人洗脳して止まるなら父が止められてるよな。まあその時は親父が首謀者だってイタチ翡翠猿は思ってたからなしょうがない。あの時点だと富岳の方が圧倒的にイタチより強かったっていう設定。断蔵はこの派のために犠牲者を作ってたけど途中から犠牲者を出すのを目的にしたから。内派がヤバいのは事実なのがなんとも。内派の人たちも一応三代目自体はそこそこ慕ってたのがな。九尾事件直前までは二代目の父親にあやかって族長の息子にサスケの名前を付けたぞで大盛り上がりだしな。メロメロパパそんな強いんだ。もしかして万華鏡使える？能力は不明だが小説とアニメで改眼して当時のイタチより強いのが発覚した。両眼不覚という異名すらある。やはり天才か。同格に近い万華鏡で戦うとどっちみち五体満足で終われないのでその後のことを考えたらどっちかが折れて死ぬしかないのでパパが折れた。内派が立場弱くなったのって九尾襲撃の時に出てこなかったからで、それも断蔵が裏で手を回してたからじゃなかったっけ？それまでは里の安全を守るエリートとして尊敬されてたとか。そもそも二代目が監視の名目で刑務部隊と露骨に里の隅っこに追いやったのがそもそもの不満の始まり。断蔵はそれを利用する感じでさらに追い詰めた。それオロチマルが言ってるだけで不満は特になかったよ。カカシの子供の頃の内派とオビト襲撃後の内派でカカシが依然とまるで違うってなってる。仕方ねえだろ、九尾を操る現実なんてシャリンガンしかねえんだから。実際にその通りだったから困る。岸影様地味にこういったクソ政治パートうまいよね。路悪的に近いレベルの仕方がなかったんだ。時代が悪かったんだ。でもそうはならなかったんだよな。話はめちゃくちゃうまい。人気に火がついた城とザブザさんのはもうこれだもんな。九尾襲撃自体は本当にうちは一族の人が仕組んだことなのがもうめちゃくちゃだよ。りのうちわは悪くないんだけど、兄さんはこのうちは相当作戦で一番脅威になるのは父親だと思って戦死も覚悟で向かった。両親は兄さんのために自ら命を差し出した。兄さんは壊れた。そりゃ壊れるよ。失敗だったと言われる割に二代目三代目のリレーでほぼ融和直前だったんだよね。里と内派、内派と断蔵がぶっ壊したんだけど断蔵なんなんだよ。三代目は初代二代目世代とは違って内派と派確執ないしできるだけ便宜を図ってくれてるからな。
猿は情が深すぎるから団蔵やオロチマルみたいなカスでも切り捨てられない能力はともかく性格は上に立つのに向いてなくない？ほかげに大事なのは火の石だ。ネタにされはするけど忍びの里としては戦中世代まだ生きてるのに五大国でも民度が相当高く平和な社会作ってるから向いてたと思うよ。本編は九尾事件で後継者と派閥主力と嫁死んでりボロボロで他に候補すら出せないから再登板って必定状況をなんとか落ち着かせた後だから。四代目が即死んだのが悪いよ。まあつまり尾人とマダラが悪いんだが、どうして機密が漏れたんだろうな。墓の前でベラベラ機密事項喋ってる奴がいたから。つまり大体マダラと尾人と団蔵が悪い？はい、真面目にそいつらが悪い。やっぱ内派は踏んじゃないか。団蔵は内派じゃねえだろ。あんだけ目を持ってたら実質内派でしょ。内派でもねえ低俗な人が。クーデターは悪いけどクーデター画策するまでは内派悪くないよ。やっぱりマダラって最悪なんじゃないか。兄さんなんだかんだこの後もエンジョイしてるだろ。猿はさあ優しすぎてトップには向いてないよね。そこはまあ7代目も同じだったし。火影に大事なのは火の石だ。初代2代目の時代だと内派の族長が里が安定した後だってのに大暴れやらかしたのも本当だからある程度睨まれるのは仕方ない。一族皆殺しは万華鏡まで持ってる倒産戦が一番きついだろうなというイタチの予想を軽く超越してきたシーン。こっちの方が精神的にきついよね。九尾迎撃の時に団蔵が内派を差し止めた設定が追加されなければうちは一族はエリート扱いで傲慢になって迎撃にも出なかったクソで済んでたが、団蔵が悪いことになったので悲劇の一族でいいだろう。なんで自分のとこの子供だけ生き残らせるんだよ。一族全員殺す予定だけどイタチが一族皆殺しにすれば何も知らないサスケだけは生き残れるのになぁやってくれる？と団蔵が断蔵してたから。団蔵を現役時代に始末できなかったのは甘さだけど自分と一緒に引退させて終わりのはずだったんだよ。四代目が謎の男の九尾襲撃事件で命落としたせいで復帰する羽目になってガタガタなだけでナルトも放置気味なだけで、団蔵は自分の作戦をほぼほぼ成功させれるのが立ちが悪い。卑劣様の卑劣インストールは一般人には無理よ。ある意味柱間細胞より適合者探すの難しいぞ。ただ卑劣なだけじゃなくてちゃんと人の心を持っててそういうのを尊重できる上で卑劣できるのが唯一無二すぎる。さすがに描写ゼロだとゲームでも出なかったかマダラ本人の万華鏡とかまで出たんだが、内派の人間はどいつもこいつも俺がやるんだ俺がやらなくちゃってなりがちだけど、イタチはここで決定的にその方向性で固まっちゃってサスケの人生をむちゃくちゃにする一員になっちゃったのが悲しい。でも団蔵は希代のほかげだしな。一派なしの猿とか普通にほかげとしてダメだったし、内派イタチこの時13歳。戦争が悪いよ戦争が。それは本当にそう。団蔵もあれだけ同期の用語が入ってるから若い頃はちゃんと成果を上げてたんだろうな多分。実力はマジであるのでそこはそうだと思う。本編の描写の限りではどうしようもない踏んだけども、内派の人間がマダラのように九尾を操って襲撃したんだが当たってるのがひどい。なんか逆恨みとかでいいから団蔵が内派迫害するそれなりの理由添えてほしかった。九尾コントロールするのにシャリンガン欲しかったからね。仕方ないね。マダラ現役世代だぞ団蔵。シンプルに団蔵がカスだったからでいいだろう。むしろ団蔵からすれば内派の代わりに自分の根を広げられるわ、シャリンガンいっぱいでパワーアップできるわ、親三代目を減らせるわ、デメリットしかないぞ。そういや団蔵がいるんだからナルトは8代目ほかげでは？大名の承認と神忍の信任投票があって初めて正式なほかげなので非常事態なので前者だけの状態で仮ほかげとして階段に行っただけでまだほかげにはなってない。そして階段でやらかしたのでなかったことにされた。内派全体が親三代目派閥だから政治と戦力的にも団蔵にとって問題だからな。何も知らない子供は生かしておいても後で歴史を知るとクーデターの生き残りに化けちゃうから例外なくきっちり殺さないといけないんですね。卑劣様は残酷な選択もできるが仲間を大切に思い自己犠牲もためらいメンタルがすごい。愛国者だが人あっての国という考えができた傑物だからな。団蔵は正式に就任してないからというか上人の投票が必要だから常人からクソ嫌われてる団蔵はまず認められなかったと思われる。だからこそ人連合のトップが木の葉になったよって功績が必要だった。そのための洗脳バレた。二代目が猿をほかげに指名したのがあの時俺がおとりになると言える人間であれば、もしかして兄さんの死の病って言い換えようぜ。ストレスフルだし犯罪者なのでまともに入院できる暇も病院もないだろうし罪である。内派は愛情対象が里なら頼りになるとは作中でも言われてる。大抵個人にこじらせるから問題なだけで、
それこそイタチもサスケほどではないけど里と平和を愛してたしな。結局ウチハがキュービ使って襲撃したしかも2回から、まあ断層が真に滅死できてれば起きなかったんだよな。猿は岩との戦争を勝ちなのに平和のために和解金なしで終わらせた結果、里の人から不満を買ってほかげ降りたから、人としてはかなり立派だけどトップとしてはね。まあ二代目も大名と常任の登場抜きでいきなり猿を指名するのも良くないよな、今から死ぬって状況だとはいえ。でも徳、名声、力、人望、血統に問題がなさすぎるし、戦争中だからそこは仕方ない。あれも後で承認自体はされてるだろうけど、あれなければ断層ももうちょっとこじらせマシだったのかもしれん。二代目直属部隊で一人だけ突出した戦闘力の人望特化とかならない理由がなさすぎるし。皆さんは絶対に茶化すことのできないシーンはこれについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。